いやーサイエンタイワンズです。マナです。とっても眩しい。今日はいつもの西門町にいます。イエーイ。今日ですね、めちゃくちゃ特別なレストラン紹介したい。これは多分一番特別、一番特別。私たち今日は後ろのレストランに行きます。待って待って、ズズ後ろ、これやっぱりそうだよね。これあれだよ、警察署だよ。警察署。ダメダメダメ、ズズ悪いことしたの。そうだよ、悪いことしたの。実は私、毎日遅く寝る。なんで警察行くの。今日は潜入してみよう。勝手に入って大丈夫。大丈夫大丈夫。中にいっぱい美味しいご飯食べよう。美味しいご飯。そう。ということで今日の企画は、台湾の警察レストランに侵入します。この動画見る前にこのチャンネルして私たちのツイッターをフォローしてください。下にリンクがあります。お願いします。はい、じゃあ早速行きましょう。大丈夫ですか。まだ悪いことをしたらやばいよ、すぐ、はい、すぐ逮捕されちゃう。どうしよう。じゃあおとなしくしてよ。歌ったり踊ったりしない。今しようかな。見せて。はい、じゃあ入りましょう。おいズズ、なんか悪いこと、悪いことしてる気分になってる。万引き少女。ここ地下2階、あれレストランがあります。でもあれなんだね、誰でも入れるわけじゃなくてちゃんと身分証明書見せないとダメ。そう、なんかロビーで自分の ID カードを見せてカードをもらって入れるんだね。私外国人じゃん、台湾だと。だから本当に入れるか心配だったけど大丈夫だったね。そう、行きましょう。ここですね。牛肉麺が警察署の中にある。もう美味しいのか分かんないね。牛肉麺頼んでみるね。私は牛肉麺じゃなくてバイキング食べたい。じゃあバイキング買おう。2つ選べるよ。ビーフンとお米。少しだね。ちょっと量が多すぎてびっくりした。じゃーん、来ました。すごいすごい。本当に今は明るいよね。最初は入った瞬間厳しい雰囲気があるよね。階段のところ暗かったから、そうそう、私ちょっと怖かった。でもなんか B2 に着いたらすごい明るくて、上は全部本当に警察。そうだね。しかもみんななんか笑顔はないから。そうだよね。説明するときもこの無表情のまんまだったから、ちょっと私も緊張しちゃった。ちょっとビビってた。ビビってた。かなりビビってた。でも下は本当にまるで普通のなんかレストランみたいな感じ。レストランじゃなくてなんかフードコートみたいな感じ。これは台湾の警察のフードコート。面白いね。でも誰でもじゃなくていい人だけ。例えばもし ID カード悪いことしたら記録があるよ。でも外国人も確か入れますよ。そうだね。パスポートと居留証とか保険証とか持ってる人いたら入れ。これだよ。こんなの感じ。これが引換券みたいな感じだね。なんか美味しそうね。しかもボリューミー。本当だ。なんか普通のレストランに出てくる麺みたいじゃない。でも私は85元なのになんか量がちょっと多すぎてびっくりした。こんなに盛るんだと思って。早速食べるね。これ牛肉も最初食べるよ。伸びちゃう。伸びちゃいそうだね。すごいお肉がね、めちゃくちゃゴロゴロ入ってんの。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。味本当にしっかりしてる。麺もカップラーメンの麺とかじゃなくてしっかり生麺。硬さもちょうどいいし、お肉も柔らかいし、味もちょっと薄味ですごい美味しい。しかもお値段が99元だからすごいリーズナブルじゃない。うんうん。いただきます。スープ。わ、これさらにある味があるよ。スパイスと台湾ステーキのソースみたいな感じ。ちょっと普通のよりも味はそこまで濃くはないんだけど、いろんな香りが楽しめるね。ちょっと麺を。じゃあいただきます。すごい弾力、弾力がある。お肉も食べてみて。超お得。これ外で食べたらもう140円ぐらいしそう。うん、美味しい。やわらかい。しかも脂身がそこまであるわけじゃなくて食べやすいよね、うん、そう、超美味しい。すごい、これ本当にレストランで食べるやつみたいなのにこんなお得に食べれるなんて。いろんな料理あるね。しかもコーヒーもあるよ。あと
マンゴーアイス、台湾のおまんじゅうとかも火鍋もあるし、韓国料理もあるし、お茶もあるし、ご飯食べに来るだけじゃなくてお茶するのにもいいのかもね。そうそう、ちょっと後でドリンクを買おうかな。ね、ちょっと喉乾いたね。そうだよ、買ってきました。結局今はなんか冷たいドリンクはない、全部温かい。あとなんかコーヒーメインっぽかったね。飲んでみますね。この朝ごはん屋さんの紅茶、同じ味。うわー、ほんとだ。そうだよね、朝ごはんの紅茶だ。どんどん食べよう、私の、うん、私のすごいよ、ボリューミーだよね。ちょっと、綺麗なかな。じゃあ最初このキャベツ食べます。いただきます。おいしい。すごいね、ここ全部おいしいんだね。そしたら思ったよりしょっぱくない。でもさらにこの野菜の甘み強調した。おお、そうで本当においしいじゃん。何の野菜、何だろう。食べていい？いただきます。見て、かなりの減塩。これ減塩だよ。これほうれん草だ、今食べたやつ。ほうれん草、キャベツも食べてみよう。健康だよね、めちゃくちゃ健康。想像以上に塩なくてびっくりした。え、ほんと？うん、こういうみんなが集まるところとか学校とか施設とかそういうところだと健康を結構意識するのかもね。うんうんうん。でもあれだね、お塩少ないけど出汁とか旨味が入ってるから食べれるね。そう、私も食べれるよ。ダイエットにぴったり。ダメな人。じゃあ次、卵と人参。これは4種類選べるの？そう、4種類選べる。で、さらにこれ1つ主食85元。おお、なるほど。いいね、めちゃくちゃお得だね。そう、とこれ食べてますね。いただきます。あ、人参落ちた。じゃあ卵だけ。私人参食べるね。あ、そう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 、全員途中だよね。あ、そうだね。ありがとう、さすが。じゃあいただきます。甘い。超美味しい。多分人参の甘さかな。人参いただきます。いや、卵を食べよう。甘い。卵を食べよう。人参の方が甘いよ。え、ほんと？うん、一つだけ。ちっちゃいのなんだ。甘、甘いよね。でも人参の味がある。そうだね、人参の甘さもすごい引き立ててる、ね。うんうん。あと何があるかな。これ豆腐だよ。でもなんかパクチーが入ったパクチーの味があるかな。いただきます。一番美味しい。そう、まさかの。めっちゃ美味しい。これも味付け、うん、薄めだけどちゃんとしっかり味があるから。これさ、ご飯は取り放題なの？うん、ご飯取り放題。あとはご飯以外は？スープも取り放題。そう、あとはね、さっき言いましたね、ご飯とビーフが選べる。どっちかなんだね。うん、じゃあ私最後の。待って、そのお魚の時に私ちょっとズズの食レポを見たいわ。これ食レポないよ。ズズの一人アップを。はい、お待たせいたしました。ようこそつつの食レポタイム。じゃあこの魚見てください。この魚ちゃんと開けてたよね。しかもこの色、茶色、中には白い魚肉があります。じゃあいただきます。これ美しいでしょ。まるでマナーの何だよ、肌みたい。肌みたい。私食べてみよう。マナーの肌食べるの？はい、いただきます。お、マナの旗みたいでツルツルして本当に弾力があるよ。弾力とは。いや違うよ、この魚だよ。弾力はないよ。この魚肉本当に食べやすい。さっき言いましたね、減塩したから健康に良さそう。マナの旗美味しい。マナ、自分の肌を食べよう。 ありがとう、いただきます。私、私の肌のように。そうだよ、見てください。おやつ、いただきます。気持ち悪かったあれだね、味付けない。そこまでないよね。あるある、あるんだけど本当に少ない。でも結構衣についてるんだね。中はあんまり染み込んでないかも。でもあれだ、これちょっと油っぽいけど他が野菜とかだからバランスがいいのかもね。タンパク質とかあと油分とかも
考えられてて、給食みたいな感じだね、バイキングは。そういえば日本の警察署入れる、日本だと免許証、うん、免許更新するときとかそういうレストランとかに入れるかな、うん、ここはでも免許とかそういうのじゃなくて普通の警察署、うん、うん、でも免許の部分もできるし。なるほどね、全部一体になってるんだね。じゃあさ、ここ警察官も食べに来るってことだよね。すごいね、多分昼の時かな、ね、今時間帯過ぎちゃってるもんね、うんうん、じゃあここ予約っているの？予約いらなくて大丈夫なんだ。大丈夫。でも確か今日だよ、うん、でも人がどん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 いなくなった、うん、全部の食堂はお店は全部閉めた、うん、そうだね、暗くなってるね。でもネットで5時まで書いてる、ちょっと気をつけてください。そうだね、今でさえ暗いからね。もし本当にこのレストラン体験して1時前とかに来るといいね。うんうんうん、じゃあ食べ続ける。はい、おいしい。出てきました。本当にこのレストラン2時まで。そうだね、もう私たちが最後だったね。そう、でも私たちまた1回目 VIP カードをもらいました。そう、こういう、だから私 IT カード交換しなくていいんだ。しなくてもいいよ、これ。すごい、それ。これだけ。あ、じゃあ私もこうやって。そうで、警察はどうぞ。なるほどね。そうで、これは朝ごはん朝7時から始めます。で、昼ごはんは11時から14日。ってことは2時だね。14。これ最初ちょっと気まずいというか、ちょっと入るの勇気いるんだけど、もう下下がったらね、本当の普通のフードコートね。だから皆さんもよかったらぜひ、日本人でも入れますかって聞いたら入れますって言ってたので、うん、よかったらぜひね、この経験を経験してください。はい、というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。この動画が好きならこのチャンネル登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもあれをフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃ、バイバイ。カメラよ。